ネジスタフォローアップ。今回は声優はどれだけ多彩な表現ができるのか検証ということで、なるほど、この方にご協力いただきます。誰でしょう。どうぞ。あれ、お願いします。田丸くん巻き込まれちゃった。そうなんです。多彩な表現を見せてもらうかと。そう、なんで、なんで、これからネジスタという言葉をさまざまなシチュエーションや感情で演技や言い回しを変えて言っていただきます。難しくない。お題は私が発表していきますので、はい、田丸さんがそれを受けてネジスタをお題通りに表現してください。なんで当たり前のようにいるんですか、この人は。私に田丸くん、ごめんね。今回ですね、この検証に田丸さんが選ばれた理由なんですけど。そう、これ聞きたいね。いい理由が。何、何、どうしよう。田丸さんは普段日常の生活であんまりこう大きく感情を出さないって言ったんですか、ですか。そうですね、感情あんまり出ない。急におとなしくなっちゃったじゃないですか。すごい楽しいんですけど。全然楽しそうじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。ああ、どうしよう、どうしよう、これどうしよう。こんなタマル君見たことないよ。でもですね、さっきお芝居となれば話は別だそうです。そうですね、そうですよね、はい、もう声優界代表としてさまざまなギャップを見せていただきます。いろいろとちょっとこう寄せていただきます。ありがとうございます。そしてですね、ちなみに田丸さん、西さんと同期ということで、はい、会場では西さんもご覧になっております。あ、何か意気込みを。与永さんに失礼のないように。うるせえ、うるせえ。上がりくださいイラ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 イで田丸くん、ありがとう。どうしましょう。でもいいですかね、うん、はい、それでは検証スタートです。田丸さん、準備はよろしいでしょうか。もうコントじゃん、これ。では、コントアート。元気よく、ネジスター。可愛く、ネジスタ。嬉しそうに、ネジスタ。怒りながら、ネジスタ。ツンデレで、ネジスタ。甘えながら、ネジスタ。タオリ君、ネジスタ。慌てながら、ネジスタ。ちょっと恥ずかしそうに、ネジスタ。疑問を持った感じで、何疑問を持った感じ、ネジスタ。不思議ちゃんで、何不思議ちゃん、ネジスタ。これもこれも顔芸じゃんか。チアガール風、何チアガール風って、ネジスタ。かわいいよ、たまるくん。ネジスタ。熱血で、ネジスタ。おお、かっこいいですね。アイドル声優、何、ネジスタ。この格好好きですね。うん、偉そうだ。ネジスタ。ちょっと待って、ネジスタ。頑張ったね。頑張りましたね。かわいい、かわいいですよ。アナウンサー風に。っていうか長くないですか。ネジスタ。おお。おお、さすが。ネジスタ。すごいおじさまで。ネジスタ。おお。ネジアスカ。何？ネジスタ。なんか真顔に戻った。何かを食べながら、ネジスタ。これやった後に巣に戻るのが面白いよね。ハイロー、ネジスタ。ネジスタ。ネジスタ。山の頂上で叫ぶように、ネジスタ。いや、すごい、すごいよ。もうやらせすぎだよ、田丸くんに。やらせてあげて。もうだんだん田丸くんの表情がもう。次はネジスタ、ネジスタ。田丸くんが歌舞伎風に、田丸くん、ああネジスタ。
大丈夫だ。ニジスタ。やりきった爽快感だ。ああ、何？ニジスタ。これこれ。ニジスタ。ちょっと入り方がキムタクっぽい感じだね。ということで挑戦していただきました。いやすごい、はい、いかがでした、はい、いや逆にいかがでしたそうだね、その質問はね、よくわからないまま終わったんですけど、いやどれもすごく素晴らしくて、本当に思ってます思ってます思ってます。僕の顔全く見なかったですね。そうです、ちょっと笑ってしまいそうでよかったって言ったのに笑ってしまいそうでとラッパー風にちょっともう一回嫌です。あれダメですか、なんてやったっけ俺、もうやっぱあのね、ちなみに何をどうやったかもう覚えてないの。そうですよね、本当にその場の勢いだけです。そうだね、そう、いやすごいよ。やりにくかったこともなかったですか。いや、やりにくかったのだらけですけどね。だって虹下で表現しなきゃいけないんだもんね。ですね。どれだろう、渋いおじさまでとかが、えよかったですか。いや僕おじさまやらないので。あ、そうなんですか。そう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 、よかったですよね。うん、ほら皆さん上向いてますよ。かっこよかったよ。気使ってるみんな。絶対気使ったことがありません。使えよそれは使えよ。申し訳ございません。合ってるよそのツッコミ。ということで、はい、今回のニジスタスタッフによる検証結果を、はい、もう発表してしまいます。そう、検証企画だったんですね。そうなんです。忘れてました、はい、いきますよ、はい、声優はどれだけ多彩な表現ができるのか検証。たまるさんの表現力は全体的にできていたけど女に弱い。どういう結果これ。まず僕は男だからさ、別に声優として女性が演じられなくても、はい、別に支障はないわけよね。確かに女に弱いってなんかちょっと言葉が良くないですね。誰考えたの。そうですよ、やり直しですよ。やり直しですよ。うん。あ。でも全体的にできていたけどですからバッチリです。そうですか。そうです。そうですか。はい。じゃあ行こう。かうん、はい、ということで今回どうですか。何なんだこの人。ね、はい、いや本当に何をやってるのかわからないまま終わりましたかね。一瞬でシャーッと。そう、あとあの僕の隣に立っている人にとても不安を感じる。そうなんです。そうなんですじゃない、そうなんです。アリスじゃん。あ、本当に本当に助けていただいて何もしてません。はい、そう、この二人いいね、なんかね、なんかね、そうですね、はい、楽しかったですか。楽しかったって言わされてる、すげえ言わされてない今。楽しかったです。よかったです。ということでニジスタフォローアップをお届けいたしました。あのラッチさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではさようなら。バイバーイ。バイバーイ。